イオン京橋店とは、大阪府大阪市宮古島区片町2丁目にあった、イオンリテール株式会社が運営する、大型商業施設である。大英時代の店番号は例イ235、ネットスーパー取扱店舗であった。2019年9月30日をもって、建物の再開発のため完全閉店した。大英京橋店時代大英京橋店自由通路。 大英京橋店京橋駅前に位置していた。以前は大英の店舗であった。建物は西建と東館の二棟で通り抜けが可能であった。東館の2階は JR 京橋駅と直結しており、またペデストリアンデッキでつながっていた京阪京橋駅や大阪ビジネスパークまで雨に濡れずに行くことができた。3階と4階は東館が 西立よりも少し高くなっていて、同じ街道市であっても段差があった。大阪市が2017年に発表した、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表では、耐震強度を示すいずちの低さが指摘されていた。1971年、近畿車両事業所跡地に京橋ショッパーズプラザとしてオープン。建築は竹中工務店が担当した。 1986年4月21日には OBP の開発による集客力の増加が見込まれたため、大英部分は17.8%、専門店街部分は20%、それぞれ増床し、若者向けの医療品を強化した上で再開業した。リニューアル初年度の売上目標は10億円であった。かつて専門店街はショッパーズプラザ京橋を名乗っていたが、 イオン転換から閉業までは、イオン京橋店で統一されていた。ただし、京橋駅構内の案内番頭に名称が残っている。本店舗は、甲子園店、東戸塚店、新浦安店、大栄門屋店、福岡店と並ぶ、期間店として知られ、大阪市旭区の葉林商店街にあった1号店、主婦の店、2016年3月1日より営業券が、 イオンリテールに承継された。同月7日に大英としての営業を終了し、2日間の休業後に同月10日にイオン京橋店に改称した。閉業後の2019年12月より2021年8月までの後期で解体工事が行われている。3に4階は東館の方が西建てよりも一段高くなっており、フロア内に段差が存在する。 2019年7月当時は、イオンリテールストア直営売り場を確に、グリーンパークストピック、ハニーズ、ユニクロ、SPC、キャンドゥ、松屋電機、パロ、モーリーファンタジー、アシーネ、ミスタードーナツ、ドムドムハンバーガー、リッパーダンなど50以上の専門店が出店していた。ありがとうございます。